じゃあもうほぼほとんどのコンビニエンスストアも酒置けるんだな。前さほら店長さ、もともと酒屋だったところがコンビニやったところが酒置けてたじゃん。それ以外は置けてなかったじゃん。だから今いろんなところで酒置いたんだね。風呂嫌いなのなんで？嫌いじゃない全然。好きだよ俺。うん。ガス代もったいないから。それだけ。別に誰も困んねえだろ。しついくん。これで迷惑ねえかけんだったらあれだけど。ああ、古いコンビニももともとさ、うん。先輩だった昔から抽選になって今自由化みたい。ああ、店長詳しいね。うん。でもよ、まあ、地味にだよ、店長よ。俺はさ、だいたいコンビニ行くと毎回同じ買い物をするわけよ。そうすると最後の会計するときにやっぱり若干上がってるな。ああ、あなたは困んないから大丈夫。あなたは俺に会ったことないから、うん、余計なお世話。はい。もう臭いとかなんだとか言うなよ。お前さ、お前が入ってねえから気になんじゃねえのかよ。なあ。おい、デブこの野郎。スマホ持ってんだったら今から枠開けてみろ。顔出して。見てやっからな。おい、開けろ、ほら。言ってやっからよ。おい、僕は毎日入ってますよ。いつ入ったんだよ。おい。おい、クソガキ。今何時だと思ってんだよ。4時41分だだ、おめえ。おい、何時に入ったんだよ、ほら。ん？眠たいこと言ってんじゃねえぞ、ほら。いや、臭いとかよ。野田に言ってやれや、そりゃ。やろ。おい、毎日ハミマに行ってんのに T ポイントを貯めないのもったいないぞ。だらよ、T ポイントカード俺持ってんだけど、昨日の23時ごろです。うん。で、なんで今まで起きてんの？お前無職だろ。な。おい。おい、クソニート。おい。なんで起きてんだよ、こんな時間まで。あ？そうだよな、モンタな。俺な、それ誰かに言われたんだよ。Tポイント、キャンマン、毎日5000円だからな、俺な。ほぼ。行くとき7000円とか行くからな。あ、リッカちゃん。おはよう、ちゃん。今日土曜日ですよ、佐野さん。はい、うん、言うと思った。うん、分かった分かった。はい、そうなんだよ。Tポイントカード持ってるってどこ行ったのかな。俺使わねえからよ。どっかにあると思うんだけどな。うん。